ございます。今日は2022年を1月3日です。岡ヤドカリはるみです。よろしくお願いします。ヤドカリ露天ならご紹介させていただきます。中どうぞ。こちらさかなクングッズ、かわいいグッズを置いております。お子様どうぞ遊びに来てください。あ、マグロも飛んでます。タコも飛んでおります。こちらの部屋がおかやどかりコーナーになっております。今日は第1回目なので、おかやどかりはじめとしてはやどかりの部屋のご紹介をさせていただきます。おっきいの発見しました。こちらみんな元気にしております。毎朝この部屋ではご飯で取ります。今日はみじんこあげてます。そしてみんな集まってますので、またあげます。これもね、すぐなくなっちゃうんですね。ちょっと3時間後にはもうきれいになくなっておりますので、このヤシカワちゃん、エサダラちゃんにもう全部入れてもすぐなくなります。それぐらいみんな食欲旺盛です。28度、湿度 80% ぐらいキープしております。じゃあ次、おかえどかりと一緒に住めるトビハゼちゃんです。みんなご飯スタンバイしております。木の上にあげてみたいと思います。これ不思議なミジンコちゃんです。海水魚の栄養も入っておりますので、まあ、トビハゼちゃんは汽水の生き物なので、まあ、1リットル 10g の海水で、汽水で飼育しております。みんな元気です。沖縄からやってきましたので、寒いのはダメですね。25度ぐらいで飼育してあげてください。このようにして蓋をしっかり閉めていただいて、ポンで出ていきますので、すぐ蓋閉めちゃいます。よし。じゃあ今日はこんなもんですが、毎朝のヤドカリさんとトビハゼちゃんのご飯の説明でした。また今日も12時から18時空いておりますので遊びに来てください。ありがとうございました。